同じ次元で付き合わないっていうのは、こう同じ次元でここまで相手の方に寄りかかっちゃったりしたら最悪、寄りかかったのを利用されてやれちゃうの。だから同じ次元でやってないんだから、あちらへどうぞやった後、あちらへどうぞやった、そしたら上行っちゃったの。上、それで足上行っちゃったので、同じ次元でここは付き合ってないの。そこが難しいとこなのよ。でみんな付き合っちゃうから、僕なんかもそうだったんだけど、みんな付き合ってこうやってここを取ってきたらこうやってやってやろうとかって思ってるじゃない、合気道の人たちって。僕もそうだったけど、こうやってやっつけたいんだよここね。でも気づいたの、こう来た時に関係ねえんだよって。関係ねえんだ、ほら自由な手とか自由な足あるんだから、ここで付き合ってないの。だから次元が違うの、同じバトルしてないの、こういうとこバトルしないの、バトルしないのかな、バトルしないの、関係ないの、話してんの、話しててこっちもらったとかあっちもらった、そうするとほら小手返しとかできるじゃない。で今度下、これはすごい難しい稽古なんだけど、稽古落としたのすごい難しいの、初めからやらしてるから難しいんだけど、付き合ってないの、これ付き合わないの、それであちらどうぞやったらすぐ下に出しちゃったの、下付き合ってないの、ここ下に出すの、下こうやってやって付き合う、付き合ったらもう彼の思いのまま、でも俺自分勝手に下に落としちゃったの、下に落としちゃったの、下に落として詰めてきてもいいよ、詰めてきてもいいんだけど、詰めてこないで足とかそういうとこ自由だから、あごめんごめん、こうね来て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 、関係ないのここ。同じ次元で付き合わないってこと。なんか今日すごくいいな。そういう話ね。同じ次元で付き合わないってそういう合言葉で。じゃあもう少し次みんなうまい。でね、こう下やったじゃない。で合気道ってさ、合気道ってさ、偉い先生はさ、相手に合わせろって言ってんのね。この手とか相手に合わせろって。相手に合わせちゃダメなのよ。相手に合わせるんじゃなくて、相手が自分に合わせるの、相手、彼が僕に合わせるの、だから僕が勝手にやってるので、僕が勝手にやらないで相手に合わせろって言ってるんでしょ、それは間違いだから。で自分勝手にやるっていうのが大事なの、自分勝手に、じゃあ例えば上上げた、上げたんだよ、ただ上げただけで、彼のことなんか考え、これっぽっちも考えてないの、少しは考えた方がいいんだけど、あの考えてないの、下げたの、ほら彼のことなんか考えてないの、彼が距離が離れていようが関係ないの、合わせるのは彼の仕事、僕に合わせる、僕のところに来るのが彼の仕事、僕に合わせてるの、それはね。でも僕は勝手にかな、彼のこと考えないで、あちら行きたいんですか、勝手にやってんの、そういうふうにやった方がいいんじゃないかなと思ってるんですよね。あのみんな偉い人の話で、僕のも最初、僕も最初はさ、相手のこの手に合わせてこうやって、手がこうやって持ってるからこうやって合わせてやろうっていうふうに思ってたんだけど、勝手にやってんの、勝手に、彼のことなんか全然考えてないっていう、そういう感じ。そしてまあいいや、それでこうできるのね、彼のこと考えてないから、で手がたまたまここにあったでしょ、ほんで隙間がこういろんなとこに入れるんだけど、後ろに来てもいいよ、前に来てもいい、でも前にあんまり入ってきちゃうとこの手があるから、これであーってやられちゃう、だからこの本当はこの手を、この手が来たら、あやばいなって、こうほらこの手でこの手、ああやばいなって、こう蹴りが来たら、ああやばいなって、こうやってやりたいので、まあいいや、で隙間があるの、隙間があるからこういう風に入ってきたの、こう勝手にこういう風に来て、 あちらへどうぞって言ったら、自分を守ってさよならでもいい、こうやって来たらさよならでもいい、こうやって
やっつけることが仕事じゃないから、自分が安定してるのが仕事、勝手にやってるのが仕事、切れたらさよなら、このが安定、そうすると彼は、ああ嫌だなって、まあ、もう一回来るかもしれないけどね、まあ、いずれにしてもこう来たらさよなら、そしてこっちに隙間があったからこう出てきた、そういう塩投げっていう形があるの、こういう塩投げって、だから逃げてもいいんだけど、こう逃げてもいい、こう逃げてもいい、で後ろからさよなら、安定してる、大丈夫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 、安定してるね、大丈夫大丈夫だよで隙間があったからこう投げた、そういう話ね、でこう後ろ後ろ後ろこうね、こう入ってきた、お入ってきた、隙間があるから勝手にやってるの、勝手に、隙間がなかったらやらないよ、隙間がなかったらできないよ、できないけど、こうやって入って資格をもらってくるといろんなところ行けるので、こういうふうに入ってきたの、自分に足自由に、で自分が勝手にやってるって、そういう感じで、四方投げの形があるから、足とか腰とかこう、こうやって離れちゃうとダメ、持ってかれちゃうから、ああって持ってかれ、なるべくここに近づける、そうね、こう離れてるとダメ、離れてるとダメ、だからここをくぐろうとしたらダメ、勝手にやってるので、くぐれなかったらいいよ、こうやってやれば、くぐれるから、くぐれるから、こういうふうにくぐれるからで、なるべくこう安定して、ここでまっすぐまっすぐ気にしない、でこうでこうね、そういう感じね、あんまり投げようと思わないで、こうやって投げようと、何この突き当てグーッてやらないので、こうやってまっすぐで自由に動く、でこの線ね、この線ここに落とし、でできるだけこう横に出さないで、まっすぐ下、安定してるから、真ん中、真ん中のが安定してる、こう横はすごく安定、こうこう行きたいんだったらこうやった方が安定してるね、もうすぐか、じゃあちょっと四方投げって形だったのね、こう見えない位置って大事なの、彼から見えない、僕は見える位置でやったらやられちゃうんだよね、やられちゃうんだよね、ほら足来るでね、あって技かけた瞬間に死んじゃったってんじゃしょうがないわけ、自分が死んじゃったらだから死なないように見えない位置にまでさよならってこう見えないのね、そうしたら何でもできるよ、後ろもらってんだから、それでこう見えない位置に来てからこういうふうに入ってくれば小手返しできるので、位置の問題だけ、あとはね、いろんな技は何しろ見えない位置でやってるってことで、安心の位置じゃない位置で相手が見える位置でやったらやられちゃうの、こうやってやった瞬間やられちゃうの、何しろいくら自分がまっすぐで正中線に持ってきても見えるんだよね、したらこれ突っ張ってきて、あーってやられちゃうの、だから見えない位置、見えない位置、見えない位置ってことは、これがなんていうのかな、こうなってからほら死んでんのね、だ見える位置でやんないっていうのが一つの目標、離れててもいい、こうやってくっついててもいい、何しろ見えない位置、見えない位置ってのはこれは見えちゃうんだなって、やばいのね、だから見えないためにこういうふうに出して、こういうふうに出して、それからこうに入る、さっきだから、同じレベルで叩かないって言ったよね、同じことだから、そういうことだから、だから絶対安心、絶対来ないよって、ほら足来ない、手来ない、こういう位置でやってんの、こういう位置で安心って、安心で何でもできますよって、安心できない、安心じゃないの、これさんだよね、やばいんだよね、だからこう安心だ、安心だから、こういう小手返しができた、安心だから、でこうね、でいろんな技があるので、こう来てこういうふうに入ってきたら小手返し、
安心の位置でやってんの。見える位置でやってないの。見える位置でこういう位置でやったら来ちゃうなやばいんだよね。だからこういうふうに安心の位置でやってんの必ず。でテクニックっていうのもあってあるんだけどね、あの例えばさ、こう来たらやばいでしょ、やばいでしょ、だからこの肘の緩みを取りましょう、それからこの関節を取りましょう、そう取れるんだけどさ、その前に見える位置でやっちゃダメ。見える位置ってのは基本的に見える位置でやっちゃダメ。見えない位置でやってるの。見えない位置でほら見えない、ここはダメ、そういうもういい、いろいろテクニックあるんだけど、何しろ見えない位置、相手が見えない、相手から見えない、自分を気配消すとか、武道だからね、あの気配がある、まあさっき荒川先生の話言ったけど、お前いるからそこにいるからやれちゃうんだって言われたのね、そこにもういるんだもんね、だからやられちゃうんだ。いなかった遠くさえならって全然見えない壁の向こうにいればやりようがないわけ、相手は。で気配を なかったらできないの、相手は。だから気配をなくしたいわけ、自分の気配をなくす、相手に対してよ。そして同じ立場じゃなくて、同じ立場で競争するんじゃなくて、なんだ違う立場で、あ僕から見えてるけど彼は見えないって、そういうふうにやりたいわけ。ほんでこう来て、あちらへどうぞ、あちら、そう四角に入ったの。で彼は振り返ってくるよね、そのまた落としちゃったの。そういうふうにやりたいわけ。そういうふうにやって、じゃあしゅね、こういうふうにこう小手返し、要は相手から見えない位置、相手から見える位置じゃなくて見えない位置に入って、それからこう何でもいいから、あの繋がっててもいいや、繋がっててこっち繋がっててもいいや、おこう来たら来ちゃうね。だから見えない位置のままこうにね、こうに来るっていうか立ちね、繋がってたら、切れたら入れれば、切れたらこうギュッ繋がっておね、こうそういう感じ。じゃあちょっと場所が違うだけだから見えないのは基本。はいね、みんなね、あのいや、要は自分が安定してね、安定してこの手が来る前に脅したって、そういう話で、さっき やったのはこう来てこうね、隙間彼が見えないところにこういうふうに入ってこうやったでしょ。であっちだとかこっちだとかこっちだとかこっち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 落ちてきて、しようなあの小手返しとかやったんだけどさ、今度は こっちに隙間が見えるの、こっち隙間が見えた、でこうに入ってきたの、それでさよならって、で後ろを通って、これは入り身投げてるんだけど、入り身ってのはこっち入ったの、でも彼がいるの、だからしょうがないからこうやって回っていくんだけど、こうやってこれが反対側、これは後ろなんだけど反対じゃない、これ反対で、こっちから見てるね、それでこれ繋がってるの、これはこれで、でこういうふうに足さばいてくると、こう下がってきちゃう、こういうふうに来て下がってきちゃったの、こう反対側、こう来てこっちあちょっとこっち来て、ここね、ここ繋がってんの、これやって繋がってて、通り抜きざまに下に落としたの、通り抜きざまに下に落としたと、こうなっちゃった。ほんで彼はリカバリしてくんの、こうやってリカバリしてくんの、ほらその時にこういうふうに上から下に落とす、ただそれだけなのね。これ入り見上げっていうの、これ形難しいんだけど、まあそういう形ね。でこう入って、ここが本当、ここでやらないガッチリして、うん、足止めたら来ないの。でもここ繋がってるんでしょ、ここ繋がって、で自分がこっちへ回ってきちゃったの、こうにほら崩れちゃったの、自分の体が引っ張ってるって感じ。これは手で、うん、いかないの、
これうまく力はすごい人でやっつけるんだったらやっつけてもいいんだけど、僕はそうじゃなくて、ここつながってるの、つながってこれこれでつながってるのね、つながって自分がこっち後ろに入っちゃうの、こっちからこっちからこういうふうに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 、そうするとずっ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 とその間に上がって落としちゃったの。体が引っ張ってるって感じで、自分は安定してるので、見えないところにいるの。そして見えないところでずっと、うん、まあそういう感じで地味上げね、あんまりこう背手を崩して後ろに入って、あーって、うん、崩れないから、ほら崩れない、自分がこうに入ってきたの、ほら。そしてボカってリカバリーの一もらったって感じ。リカバリーを利用して、で、そうすると入身投げになるって形ね。じゃあちょっと入身投げの難しいからしょうがないんだけどね。で、今度はね、じゃあいいや、こう来て、こう後ろ、こう後ろ来て、要はさ、要はこの手力で、みんなこういうふうに手力、このギュってこの手力が目立つのかな。で、なんかこれでやってるように見えるんだけど、実際はやってないってことなのね。実際はってね、こう繋がってきてブレーキをかけてるだけ。この手はブレーキ、この手、この手、この手、ほらブレーキかけて、全然動いてないの。ブレーキかけてるだけ。彼が来るのを、ああ行かないでねって手が見えちゃったから、何、このまま行ったら当たっちゃうから、当たっちゃうだから、ああって避けたのね、彼。そういう形でやりたいの。うん。じゃあそういうことね。では今度はこの足止めるの、こういう足止めるの、あっ来るんだよね。だからこの手でこうやって止めるの、こうやって止めるときに手だけでやると来ちゃうの、割と来ちゃう可能性がある、んだよね。ここでやるとこの手は行ってらっしゃって向こう行ってんだから、いないところでこういうふうに止めたいの、いないところで止めたいの、この手もいないところで止めたいの、と止めるのね。この手で止める、この手で止めるの、この手で止めるんじゃなくてこの手で止める、こうにこうに、まあ両方こういうね、こうとここ隙間見えるね、とここ入ってきちゃうの、こうやってそうすると一気に立っちゃうの、こうこの手が嫌なの、この足が嫌なので、さっきはさよならってあっち、今度はこっち向いたままやめてねって、そういうふうにやりたいの、こうやめてねってこういうふうに、でもここにいると やられる可能性あるから、でやられる可能性あるから、こっちへ少し外してやめてねってこういうふうにやったの。そしたらここが見えたの、隙間が、どこも入ってきちゃった、こうやって歩いてきちゃった、そしてこう出してきちゃった、そうすると一挙の形、正面打ち一挙っていうのはね、普通ね、基本形でもそれはすごく難しい。で正面ハッと打ってきたのをハッとこういう洗面で取ってもむず難しいから、普通はああってこうなっちゃって、避けなきゃいけない、これから一挙できないんだから、絶対できないの、これできないんだよね。だからこうやって持ってもらって、なれやばいってこういう感じで、こうほら隙間見えたね、それでこういう入ってきた、そういう感じやった方が分かりやすいからやってんだけど、本当は一挙ですよ、正面打ちですよ、本当はね、こう振りかぶってきて彼が決断して打ってくる、振りかぶってきて決断して振りかぶって打ってくる、でこれ打ってくるのが攻撃の形、攻撃、それを線の線でこう打たれる、打たれちゃったら終わり、打たれちゃったらこう、これもうどうしようもないの、次待っててこうシャーシャーシャーんだから、だから線で止まらなきゃいけない、一挙は線でってこういうふうに入ってんの、ごめんね、こういうふうに振りかぶった時入ってるの、そしてこういうふうに出てきたいの本当は、でも それ最初から難しいから
だから持たせて持たせて、そして足を止める。その時に合う隙間見えた。そして入ってくる。重心を奪うって感じ。彼の重心を奪う。彼の重心を来ないでね、言っといて。で重心を奪う。でテンションがないと、テンションがないと、あっ来ちゃうの。でもテンションかけてんのこっち。だからテンション来ないの。そういう感じね。テンションをかける。それ大事なこといっぱいあるんだけど、まあそういう話。そしてこう来てテンションをかけて入る。で詰めたままだと、詰めたままだといかないから、この手をずっと向こうの方に伸ばしてくる。そうするとこうなってきて座る。そしてこうね、こうね、そういう感じね。でそうすると一挙の形になるから、傾向としては持たした方がやりやすいと思う。じゃあ一挙やってみましょう。じゃあもう一つやりましょう。これ線が、合気道って線の技って言ってるのね。で、あの用心感なんか最初から打っていってでしょ。打って我より打ちてってね、打ちてそれを止めてきたのを一挙で裁くっていう、そういう形なんだよね。だから合気道は線の技って言って、五の技は一つもないって言われたんだけど、でも五これ持ってさ、これ引っ張り込まれて、待ってたら引っ張り込まれてこれ来ちゃうの。でこれ来ちゃうのね、来ちゃうの。だからその時に、その時にこうやって持って持って、ああ引っ張り込まれてきた時にこの時来るんだよね。でその時にこういう風に入れれば、あのなんていうの、五の線じゃないけどさ、あのいいよ、こうやって来た時にこう、ほらこう反対の手さばけるっていう形になるの。それは落ち着いて、あ、線で取れなかったら、足らなかったらこう取れな、例えばさ、取れ持ってこうやってその前に来ちゃうんだから、こっちね、こう来ちゃうんだね、来ちゃう。だから来ちゃうんだったら、こっちこう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 やってこうやって、この持たれた手を利用して、持たれた手を利用して、持たれた手を利用してこう入ってくるとかね。そういう持たれた手を、これ五の線なんだけど、合気道は基本的には線なの。でも線の経過はできないから、みんな持たせて、はいどうぞって、はいどうぞって転換してねってやってんだよね。だからそうで、できたらいいんだけど、持たれたら次来るっていうのは忘れちゃってるから、持たれたらすぐ来るの。だからそこのところを間違えないでほしいのね。だから持たれるの待ってたらやられちゃうんだから、だから持たれた時でギュッて力入ったら、そうそうそう、そうだったら線の形ね。だからこういう稽古したいの。でもできないから普通は最初はね、難しいんですよね。だからこれも持たれちゃったら、うん、焦らないんだから。だから本当はできないの。だから持たれる前にこういうふうに、持たれる前にこういうふうに、外に出てこういうふうに出たいのね。もう力入る前、力入っちゃったらダメよって、ダメなの。そしたらここに入ってこのね、こういうふうに言いましょう。場所もらった方がいいよね。持たれちゃったらね、でも持たれちゃったらダメってこと。だから持たれる前に、さあ同じ立場で喧嘩しないとかって、同じ次元でって言ったけど、線だから、合気道は線だから全部読んでるの先に。だから何かやってきたの、いないの、 いないっていう、そのなんていうのかな、同じ土俵で競い合ったらダメ、やられちゃう、彼のが強いと思ってんの。僕はウサギだ、ウサギじゃねえや、ウサギ年なんだけどさ、あのネズミ年なんだけど、ネズミみたいにほら、だから、いや彼の方が強いんだから、だから逃げ回ってんの、逃げ回って、やれる時にやってんの。で逃げ回って、なんていうのかな、中心をもらうっていうかな、そういう方を優先してるってことね。
じゃあ何やろうかな。あ、じゃあまあそうだ、じゃあ呼吸、それで同じ次元でやらないっていうのは、こう同じ持たれて同じ次元で競争をやってるわけじゃない。で、僕に彼を付き合わす、最初言ったんだけど、僕が彼に付き合ってんじゃない、彼が僕に付き合ってるように。で、こうほら、彼付き合ってんだよね、俺に。僕はただこうやってやったので、彼は付き合ってこういうふうになっちゃった。彼が僕に付き合ってんの、僕はこうやってやっただけで、彼がこうやって付き合ってくれたからやってんの。付き合わないでこうだったら、同じで次のことやってくんだけどさ、付き合ってで自分が安定してるでしょ、付き合ってくれてるから。で、彼は付き合ってくれてるから不安定になってるの、僕に付き合ってくる。そして安定のままこういうふうに、ほら、決して付き合いを外さない、こうやって、ら同じになっちゃうんだから、こうやって付き合ってくれたんだから、そのままこういうふうに入って、そして崩れてから、彼が崩れてからこう出してくる、そういう形ね。彼が崩れるまでは付き合ってくれたんだから、せっかくそれを尊重して自分はそのままこういうふうに出してるって感じで、付き合ってくれたんだからこういうふうに、そしてこう、そういう感じね。彼が付き合う、彼が僕に付き合う練習、こうっとほら付き合ってる、彼が付き合ってる、俺が付き合ってるんじゃない、彼が付き合ってる。そしてそのまま出てきた、そして崩れてからこうで、そういう練習ね。それ付き合ってもらって、これ彼付き合ってもらってないって言うじゃない、ところがこうやってるこうやってどうしようもないんだよね。だから受けの人が大事っていう話。受けの人は攻撃だから、攻撃するために付き合ってんの。ほらこれを止めようと思ってんの、次のこう来るから、これを止めようと思って、こうほら止めと、そこのところに入ってきちゃった。ちょっと、そういう話ね。じゃあまあちょっと、まあそういうことです。